皆さんこんにちは。こんにちは。維新で GO。 本日はインフル…あ、ごめんなさい、間違った。このまま続けてですよ。コロナ感染症特措法について今日はお話をいたします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日は、これ今月曜日撮ってますけども、はいはい、実はこの今週の水曜日ね、2日後の内閣委員会で、まあ、政府が法案を提出するという形になってます。まあ正式に、今日閣議決定、明日閣議決定か、うん、はい、だからまだ正式なものはね、僕らのところにもまだ届いてないですけども、はい、まあ、内容を側分すると、まあ、コロナを書き加えるというだけだ、ということなんですね、うんうん。まあ、おそらくね、それについていろいろ、その付け加えるというだけの、うん、とこでも意見がいろいろ出てくるとは思うんですけども、まあ、ちょっと中身をね、我々も一回精査しないとダメなんですが、うん、そもそも元々あった新型インフルエンザ特措法は季節型インフルエンザですね、うん、普段あるこれと比較して、比較的例えば致死率が高いとか強毒性だとか、うん、いうことに対して、都道府県を決めるわけですよね、地域。そしてそこを特定都道府県として、でそこから様々な、まあ、制限も含めてですね、やっていこうという形ですから、それとコロナとの今回の整合性っていうのがね、じゃあ本当に入れるだけで本当に取れていけるのかっていう、うん、まあ、そういう問題意識は僕は持ってるんですけどね、うん、いや、おっしゃる通りで、うん、本当はね、もう一からね、うん、作った方がいいぐらいの状況なんですよ、うんうん。だから僕たちは ね、そうですよね、2月の3日ですね、うん、2月3日、要は1月の段階から僕らもこれはやばいぞと、うんうんうん、でみんな他の政党が与党も含めてちょっとポーッとしてる時に、僕たちはこれやばいぞと言い出して、ほんで2月3日に第1弾の緊急対策を取った。その時にはさ、水際もね、要は入管法も改正して、ほんで感染症法、まあ新型インフル特措法もこれをもう抜本的にやらなあかんという提言だったわけですよ。だから僕らは最初からそう言ってたんですよね。そうそうそう、多分我々が考えてたねやり方っていうのが、まあ、後追いだけども 後出しじゃんけんだけど、実は一番当時としてはリーズナブルだったと思うんですよ、うんうん、後出しじゃんけんといっても1ヶ月前だからね。そう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 、1ヶ月半前だからね。そう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 、今から解釈すればね、うんうん、それが結構リーズナブルだって、うんうん、で他の政党もいろいろ言われてるんだけどね、例えばある某政党はね、新感染症にしようとかね、アホだよね。いやアホとは言いません。いや、もうそんなやめてください。ちょっとたまには言ってください。いやいやいや、なんかそういうとこだけ僕にかぶせて自分だけなんかいい子になって、いやいやいや、もうでもそうだと思いますよ、うん、新感染症。じゃあアホじゃなければ何なの、うん、あれは、まあ、適切ではないと思います、はい、不適切、不適切、はい、なんで新感染症で読める読めるって、いや読めないけど、うん、準ずる形でやってしまえならまだわかるよ。はいはいはい。ね、うん。でも読めるっておかしいよね。うん、そうそうそう。いやいや、ね、もう他のことでもね、うん、解釈を勝手に変えるな言うてやってる人たちでしょ。うん、いや、そ、いや、これは解釈変えてええんかいっていう話になる、うん。いや、だから僕たちはもう1ヶ月半ぐらい前から、うん、政府、与党、野党、立法、緊急立法協議会っていうのを作って、うん、はい、ね、全員集まってね、早くやろうって言ってたのに、うん、そしたらその何、手塚さん、うん、議運のね、議運のね、うん、手塚さんがね、いや俺たちは政府を追及するのが使命だと、うん、そんな政策立案なんかやりたくないって言って断ってきたわけですよ、うんうん、ありえないよね。まあまあその時点でもだからもうこうなるのはもう目に見えてたわけですよね、うん、もうね。だそういう意味ではね、野党も、うん、ひどかったけどこうねやらない、でも政府与党も遅いわね、うん、そう、もうだから今回実は我々の申し入れを先週やりましたよね、うん、でそこでもちろんその入国をすぐ止めろってことは書いてありますけど、これ本来から言えば1月にやってほしかったと、うん、でそれが2月になっても3月になってもないから、もう我々はしびれを切らしてもう一回書いたわけですよ、うん、でも本当に今の時期にやることがね、効果がものすごく出たかっていうとね、これも早くやらないと効果出ない。でもいつまでもやらなかったらね、うん、やらせなかったら結局やらんでよかったって話になっちゃうでしょ、うん、で今後のこともあるから我々としては遅いと思うけど、うん、なんとかやってもらわれへんかっていうね。それからね、僕らとしてはね、感染症対策として
やるべきだと言ったんですね、その第2弾は、はい、第1弾はまず水際だよってことをやったんだけど、はいはいはい、でもこの間の何3月何日2日の4日の提言でもう一回水際の話をしたのは、これは感染症封じ込めるためじゃないんですよ。世界の政治の中で、世界政治の中で WHO から日本が名指しされたわけだから、それをね蹴飛ばすためにそのやったというところが あるという、我々の腹の中ではそういうものがあると。だけど本当にこれ1月にね徹底してやっとけば、まあもうちょっとね、広がってることはあったんだけど、ここまでの話の流れにはなってなかったっていうのはあると思いますね。で今でもだいぶこう数字的には抑えられてるわけだから、まあ、日本は医療がねやっぱりしっかりしてるから、だから水際を早く僕らが言ってる通りやってれば、もっと小さくできた、世界の模範になれたと思うんですよね。それと国民側も意識が変わるじゃないですか。別にライブハウスがどうこうって意味はあのつもりはないけども、やっぱりそういうものが危ないなって意識がもう2週間早ければね、ちょっと梅村さん喋りすぎです、はい、どうぞ先生、はい、いやいや申し訳ございません、全然、全然いいですよ、はい、もう僕なんで今日来てるのかよく分かってない、いやいやいや、もう、はい、いや僕もなしでもやれたのに、梅村さんはその三位一体改革でもコロナでも中心的に、はい、そうです、いやいやいや、あのあれだから、いやいや、はい、ね、またね、その法案の取り扱いがまた僕の内閣委員会じゃんっていう、もうなんかえって言うて、だから面倒くさいのは全部内閣委員会、いやもうそうなんですよ、大体来るんですよね、面倒くさいとは来ません、で難しいのがね、なんか上品ですね、最近ちょっとまた先鋭化してきてますね、スイッチ切ってありますから大丈夫です、いやでそのね内閣委員会でこの水木金かな、に週3でこうバーッとなるわけで、だからそういう意味では今日月曜日でしょ、あれ今日明日がまあ佳境なわけですよ、調整という意味では。それでもう一回ね、今日3時もう終わりましたけど、15時から国対委員長会談っていうのをやりましてね、自公森山さんと高木さんだっけに遠藤国対委員長からね、いやもうとにかくそのイベントの中止命令だけは知事にできるようにしたってくれと、で中止命令できるようにすれば保証もしたってくれという、はい、もうそこだけはね頼むよっていうところを一応ぶち込みました、まあね吉村ね、大阪知事、大阪府の吉村知事もね、まあ、そこはやっぱり結構、まあ、ライブハウスの件がね、あったから、今それ、もう大阪府で今感染広がってんのほとんどライブハウスですから、うん、そのライブハウスもあるし、加えて先週かな、まあ、あるあの有名なミュージシャンがフェスティバルホール、フェスティバルホールで大規模なコンサートを直前までやる予定だったんですよね。だからそういうこともあるから、やっぱり僕らはね相当タイムリーに正しい処方箋を政党として打ち出してると思うんですよね。まあ、法律案の明日閣議決定する法律案の、まあ、修正はね、なかなか要は政府自体もさっきおっしゃったように、本当はまあ自民党もアホじゃないから、本当はやりたいことあると思うんですよ、でも時間との勝負だから、付則改正だけで、要は 大きなその新型インフルエンザ特措法という法律の付則に新型コロナも2年間だっけ、次元的にやるという付則修正だけ、もうこんなもう細い法律だけなんですよ、ちょろっと書くだけでやりたいわけです、だから僕らが入れるべきだと言ってることも多分まあ修正はね容易ではないと思いますが、まあ、何らかの形で今後ともねこの感染症波は来るわけだから、僕らはやっぱり爪痕はちゃんとあの残して、いきたいと思って、今日もね明日もやっていきたい、ね、まあ、内閣で、まあ、このコロナがねいつ収束するか分かんないですけども、これ収束した先にはじゃあ次のターンでまた感染が流行る時期が来る可能性はあるわけですよね、だからその時はちゃんとさなから対応できるような法律っていうのを、それまでにはやっぱりもう一回ちゃんと議論はしないといけないと思います、ね、そうですね、でちょっと先の話になると思うんですけど、やっぱ発展途上国がね今ちょっとまだノーマークなんですよ、っていうのは検査もなかなかやる体制じゃないし、でサーベイランスもちゃんとできてないようなとこやっぱ多いじゃないですか、でそこでこれから流行る可能性が出てくると、でその時に今度は日本はそういう国々に対して何ができるのかとか、
あるいは水際どうするのかとか、そういうこととかね、だから日本のことも大事なんだけど、うん、そういう面もこれありますんでね、やっぱ日本がどこまで対応できるかっていうのは、うん、試されてるんじゃないかな。そういうところに対するそういう技術提供だとか、そういうのがイコール最終的には日本のそういう水際対策にもなってくるという話ですね。やっぱりそこの国々の人がもし万が一感染爆発したらですね、うん、日本の今資源の輸入先とか、うん、あるいは労働力のね、いろんなことも頼ってるわけだから、うん、こういうことがやっぱ影響出てくるんでね。だから僕ら2回提言しましたけど、うん、2月最初と3月最初に、はい、これからまた経済対策も含めてね、うん、もう毎週のようにこうね手を打っていかないといけないんで、うん、提言もね、今おっしゃったグローバルな、はい、封じ込めも含めた、うん、はい、あれをやっぱり維新の会としてはリードしていきたいと思いますね、うんうん、そうですね、うん、もうとにかく今回の特措法はもう骨格をとにかく急いで入れようってことなんでね、もう日々日々対応が必要になってくると、うん、まあ、そういう気持ちですよね。